1998年6月28日に撮られた中央オーストラリアのマリーマンのランドサットセマティックマッパーニュール画像マリーマンもしくはスチュアートの巨人は1998年6月26日に上空から発見された現代的な地上へブーメランや棒でカリをするオーストラリアの先住民を描いているように見える。 南オーストラリア中央にあるマリーの西方を 60km に、あるフィニススプリングスの高原にある。これは、ちょうど12万7千平方キロメートルのウマラ、プロヒビテッドエリアの外にある。体の高さは 4.2km、周囲の長さは 28km である。世界で2番目に大きい地上絵だが、その起源は、拡張的な作業のいずれの部分に一人も参考人がおらず、 謎のままである。スチュアートの巨人という名前は多くの人が作ったと信じている冒険家、ジョン・マクダウェル・スチュアートに由来し、匿名でメディアに送られたファックスでつけられた。この発見の直後、7月下旬に先住権の原告により行われた法的措置に続き、南オーストラリア州政府によりその場所は閉鎖されたが、2010年現在、先住権が 連邦政府の司法管轄にあるため、その場所の上空でのフライトは引き続き許可されている。輪郭マリーマンの航空写真地上へ、マリーマンは、ウーメラやブーメランのいずれかを持つ人物を描いている。地上への線は、発見時に深さ20、30センチメートルで、幅が35メートルであった。徐々に、自然の過程で風化されたが、気候が非常に乾燥し不毛な地域なので、 2013年現在でも見ることができる。赤色度の少し下に白いチョーク材料の層があるが、地上へはこの深さまでは達していなかった。2016年8月、GPS の助けを借りて、地上への輪郭をはっきりする作業が行われた。その結果、元のものと一致する上空から、はっきりと見える輪郭が得られた。マリーと 南オーストラリア州の北部遠方にあるクーバーペディの間を飛んでいたチャーター機のパイロットトレックス・ミスが1998年6月26日に上空から発見した。地上への発見はその大きさとどのようにそこに現れたのかという謎のためにオーストラリアの人々を魅了した。マリーより北西2 0 0トルに位置する。 ウィリアム・クリーク・ホテルのシェーン・アンダーソンは、ホテルがその作品の場所を説明した匿名のファックスを受け取ったと主張している。1999年1月、絵の花の5メートル南に埋まっていた名盤について報告があった。板は長さ3センチメートル、幅2センチメートルのオリンピックリングの刻印をしたアメリカ国旗であり、次のように書かれていた。 彼らがかつて知っていた土地に敬意を表して、これらの追求における彼の達成したことは並外れている。驚きと賞賛の絶え間ない厳選である。埋まっていた名盤で引用されているのは、H.H. フィン・レイソンの1946年のホンザレットセンターからであり、同じ章には投げ棒を用いたワラビーの狩りの記述、ロインクロスの狩りの写真、マリーマンで見られるその他の詳細がある。 この本は、ピテンティットアラ種族のカリウドを扱った本である。2002年に亡くなり、アリススプリングスに住んでいた、ノーザンテリトリーのアーティスト、バーディウス・ゴルトベルクが作成者として提案されている。宇宙から見える作品を作ることに興味があることが知られていたゴルトベルクは質問された際にその絵を作ったことを確証したり拒否したりすることはしなかった。親しい友人は、 マリーマン発見時に、ゴルトベルクに1万オーストラリアドルを渡したと語った。絵の発見に対する国民とメディアの反応の多くは、ポジティブなものだった。州の唯一の日刊紙であるザードバータイズは、輪郭を白いチョーク層まで掘ることで、地上絵を高級的なものにするよう求めた。発見した時、この地域は、伝統的な所有者を決定するための国家専従権裁判所を通した。 連邦裁判所の法闘争の一部であった。この地域は数年前から論争していたアラブナ人とディエリミタ人の両方が所有を主張していた。ディエリミタは無限時のガイト作手を公に訴え、そのイメージを消去し芸術家は起訴されることを求めた。先住権主張者としてディエリミタはその場所を訪れるチャーター便や車両を止める法的措置を講じ、 発見直後にこの地域を一般人に対し閉鎖する要州政府に促した。アラブナはこの問題に対して事務弁護士を通してこの地域は考古学的関心のポイントをカバーしており芸術家は起訴される可能性があると述べている。2012年5月連邦裁判所は先住権をアラブナ人に授けた。この作品は元環境大臣ドロシーコッツによる 環境破壊行為や南オーストラリア州アボリジニジムの長官、デビッド・ルースマンの落書きと言われた。はじめにボーカブーメランのどちらを持っているかという疑問があったが、これらの問題は続く名盤の発見と名盤の引用の下で解決され、おそらく絵の元となった似た裸のカリュードの写真の可能性が高いとなったようである。物を持っていない手はアボリジニの技法では、 正しい姿勢をとっており、胸にはイニシエーションの傷が完全にある。ありがとうございます。